はい、皆さんはじめまして、株式会社ワック代表取締役の、渡辺淳之介と申します。まずは皆さんご入学おめでとうございます。僕のことをね、知らない方も多いと思うので、ちょっとだけ僕の会社の説明をさせてもらいますと、僕の会社はですね、女性グループのビッシュや、TBS の、水曜日のダウンタウンで放送されました、モンスターアイドルという企画の内で生まれた豆柴の大群などが所属する音楽事務所です。音楽事業を中心に行いながら、僕が大好きな映画や、洋服の、事業なども行っています。というわけでですね、今、バンタンの、入学式にゲストとして呼ばれて、偉そうに今喋ってるわけなんですけど、すごくですね、僕は大きな疑問をちょっとここに持ちながら喋っています。それは何かっていうとですね、なぜ僕がバンタンの入学式に呼ばれているのかということです。というのも、僕の学生生活はとにかくひどいものでした。先生からは一度も褒められたことがありません。親はしょっちゅう学校に呼び出されてたし、中学にもろくに行かず遊びまくり、高校は退学させられました。苦労して入った大学も4年で卒業しなきゃいけないところを、逃げに逃げ続けて、通常より2年多く大学に行き、なんとか6年かけて卒業。マジ親に迷惑かけました。極めつけなんですけど、これは学生時代ではない話なんですが、僕の会社ワックの社税スローガンっていうんですかね、っていうのは、チンコと言える世の中を、多分入学式の祝辞でチンコって言ったのは多分僕が初めてだと思うんですけど、っていう、本当にひどい人間でございます。だから逆に思うんですよね、こんな人を呼んでしまうバンタンすげえなと。バンタンすげえ、すげえバンタン。というわけですね、ちょっとバンタンの方も持ち上げさせていただきながら、怒られないようにですね、ちょっと一応謝っておきましょう、すみません。はい、というわけでですね、本題に入りましょう。前述の話をさせていただいた通りなんですけど、僕は本当に成功者ではないです。どちらかというと失敗ばかりしている落語者です。というわけですね、みんなに説教めいたことを話してもどうしようもないので、どちらかというと僕の失敗談や後悔していることや、そんなことの話をさせてもらいながら、僕のことをバカにしていただいて、反面教師として、見ていただけたらなというふうに思います。皆さんがね、どうしたら僕みたいなダメ人間にならないのかということを学んでもらえたらなというふうに思います。伝えたいことはもう本当に一つだけです。物事を斜に構えないこと、斜めに見ないということですね。うがった見方をしないということをしていただきたいなと思っております。僕はですね、本当に小さい頃から真剣に物事に取り組むことを勝手にダサいと思って、生きてきました。小学校の時とかもですね、いるじゃないですか、真剣に学級委員やってるみたいなやつら。そういう人間をですね、バカにして、冷やかしたりして、いました。本当にですね、今思い返すとですね、本当に恥ずかしい人間だったなというふうに思うんですけれども、でなんかもう本当に後悔して、なんか胸が苦しくなったりとかして、本当に後悔してます。本当にそんな風にですね、自分は後悔だらけの人生を送ってきまして、本当に先ほども申し上げた通りなんですけど、高校を退学させられた時とかですね、死ぬほど後悔しました、自分の生活に。とりあえずこう退学を、やめてくれって言われたんですけど、言われた時も実家の家でですね、トイレで一人嗚咽しながらむせび泣いたりとかして、今でもぶっちゃけ思い出してちょっと悲しくなるんですけど、なんか高校生だった時っていうのはマジでこんな学校やめてとか、勉強何の意味があるんだとか、なんかそんなふうにね、ほざいてた自分だったんですけれども、退学って言われた瞬間にですね、こんな風になるわけです。で今考えるとね、文化祭とかダセーとかタリーよとか、なんかそんな風に言って逃げてきたんですけど、今考えるとですね、ちゃんと文化祭を楽しんでやって、綺麗な思い出になっていれば、なんかこうキラキラしたなんか自分のこうアルバム今ドロドロしてるんですけど、その中に
あの素敵な写真が差し込まれたんじゃないかなと思って本当に後悔してます。本当にね、今思うとですね、ちゃんとあの学生時代は目の前にあるものに向き合おうとせず、あの先生のせいにしたり、親のせいにしたり、そうしながら、逃げてきた人生だったなっていうふうに思います。でも実はそんな中、一つだけ、真正面からぶつからなくてはいけないものが、ありました。それが音楽です。初めて音楽は、僕が本当に真正面から、向き合うということを教えてくれたように思います。それもでも実は学生時代というわけではなく、僕がインディーズの音楽事務所に勤めるサラリーマンになってからの話です。まあ、本当にね、あの逃げ続けた学生時代のせいで、好きなことを、まあ、好きな時にやって、で、まあ、学生時代叫びたりの生活を送って自堕落な自分だったんですけど、まあ、本当にあの社会人になってからですね、まあ、ある意味毎日決まった時間に起きて、毎日定時に出社して、っていうことが、しなければならなくなりました。で、まあ、もちろん、できないわけですね。朝起きれないです。だからもうテレビの収録に遅れたこともあるし、失敗ばっかりしてきました。で、まあ、もう死ぬほど怒られてきました。でも今、業界に入って僕が10年なんですけど、まあ、なんとか、続けてこれたのはやっぱり、初めての体験だったんですね。で、自分の好きなことができるっていう風に、自信にもなったなと思ってます。まあ、でも10年か、まだ。でですね、僕のなんかこう、その初めてある意味先生にも褒められたことなかったんで、初めて褒められたのもこの音楽に向き合ってからだったんですね。大人に褒められたのも。で、そこでやっぱり大切な仲間や一生のパートナーと出会いました。仲間は真正面からぶつかって必死になってやるっていうことを、ダサいって笑うやつはそこにはいませんでした。本当になんかそれが心地いいって感じて、僕はもっともっと音楽にのめり込むようになりました。社会人になってちょっとこっぱずかしても音楽が大好きだっていうふうに言えるようになったんです。まあ、と言いながら今でも真正面から向き合いたくなくなることもあるし、逃げ出したくなる時もしょっちゅうあります。まあ、人間なんで。バンタンに入学される方たちは、自分の大好きなことをもっと突き詰めたいと思って入ってくる人が多いと思います。その中ではですね、やっぱり大好きなことをやっていくから、楽しいこといっぱいあると思うんですよね。でもそれだからこそ、本当にね、大好きだからこそ、辛いことや幻滅してしまうこともいっぱいあると思います。すっげえ辛いと思う時が絶対、多分きっと来ると思うんですよね。逃げ出したくなることもあると思います。逃げても僕はいいと思ってます。最後諦めなければ。一個だけですね、僕が逃げ続けた学生時代の中で、良かったと思っていることがあるんです。それは遊びまくったことです。学校に行ってなかったおかげで僕には実感がいっぱいありました。勉強の代わりに死ぬほど音楽を聴いて、映画を見て、本を読みまくったんですね。まあ、本当に中学校から考えると、四六時中音楽を聴いて、まあ、ほぼ毎日映画をだいたい1本で、あと本も数日に1冊、読みました。で、そこで得た知識っていうのは、まあ、ある種僕よりも10個も20個も上のおっさんたち、とも渡り合えるぐらいの知識量で、それはすごく僕の、人生というかこの社会人生活の中で非常に役に立ってます。あとはですね、本当にですね、時間がいっぱいあったんで、数多くの女性と恋愛してきました。本当にですね、恋愛っていうのは非常に学ぶことが多くて、その中ですね、いろんな、まあ、いろんな意味での、テクニックを学びました。人を喜ばせるっていうことはですね、どの業界でも多分非常に重要なことで、仕事はすごく恋愛に似てると思います。なので僕は仕事のことをある意味彼女だと思って、接してます。まあ、なんで、まあ、逃げたことも悪いことではないんですね。なんでだからといってはなんですけど、まあ、逃げても実は正解があったりします。何度も言いますけど、まあ、それは最後は諦めなければっていうことなんですけど、もし疲れすぎちゃったら一旦休んでもいいと思います。まあ、いろんなことから逃げていいと思います。でも最後多分その遊び続けることに飽きる時が来るんですよ。
で、そうしたらきっと皆さんも最後は大好きなものに戻っていくんだと思うんですよね。なので、まあ、とにかくよく遊んで、よく恋をして、まあ、横道にそれたりなんかして、とにかく進んでもらって、そう、なんか逃げててもぶっちゃけあなたの人生は前に進んでんだと思うんですよね。なんで失敗とか成功とか堕落とか後悔とか、なんかそんなもんも全部ひっくるめて楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思います。まあ、皆さん改めまして本当に入学おめでとうございます。これを聞いてくれた皆さんのうち誰かといつか一緒に仕事ができるように、僕も真正面から向き合って、仕事をしていきたいと思います。以上、この言葉を持って祝辞とさせていただければと思います。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺淳之介様、本音でストレートのメッセージをありがとうございました。